ロイヤルオペラハウスは、ロンドンのコベントガーデンに所在する、歌劇場。単に、コベントガーデンと称してこの歌劇場を指すこともあり、また、ロートを略記されることもある。ロイヤルオペラ、ロイヤルバレエダンスとして、ロイヤルオペラハウスオーケストラの本拠地として、使用されている。現在存在する、建築物は三代目にあたる。ファサードと、玄関。 聴衆席は1856年に作られたものが残っているが、それ以外の部分については1990年代に改装されたものである。合計2174人の聴衆を収容できる4階建ての円形観客席を有し、舞台の幅は12.20メートル、高さ14.80メートルである。観客席部分はイギリスの指定建造物となっている。 ドイツ県の歌劇場に比べると繊鋭的な読み替え演出は少ない。舞台の横幅がウィーン国立歌劇場、バイエルン国立歌劇場、ミラノスカラザなどの約半分と見劣りするものの特に装置、キャスト、演奏水準は英国第一の歌劇場にふさわしいレベルを維持している。オーケストラをはじめカンパニーは戦後に整備されたもので歴史は浅いがこれも 比較的短期間で、タノコんオペラハウスに見劣りのしない水準を獲得している。オペラの作品そのものを楽しむには、非常に適した劇場ということで、1980年代より非常に多くの映像ソフトが日本でも紹介されている。専属還元楽団は、ロンドンで唯一3桁の団員を要する大編成オーケストラだが、 伝統的に定期的なコンサート活動は行っていない。ロイヤルオペラハウスの始まりは17世紀にイングランド国王チャールズ2世がサー・ウィリアム・ダベナントに渡した特許城に由来する。これにより当時一つの劇団しかなかったロンドンにおいてダベナントは新しい団体を運営することを認められた。この特許城は20世紀の初めまで歌劇場が所有していたが 第一次世界大戦終結後にアメリカ合衆国の大学図書館へ売却されている。初代の歌劇場火災で消失する直前の1808年に描かれた。1728年に俳優兼マネージャーであったジョン・リッチは劇作家ジョン・ゲイの古事記オペラを上演した。このオペラは大きな成功を収め、これにより得た資金をもとに歌劇場の建設が決定。 エドワード・シェファードの設計による初代のシアターロイヤルが建設され、1732年12月7日に1回目の公演が行われた。数百年の間、シアターロイヤルはオペラ以外の公演も行う劇場として機能している。これはチャールズ2世により認可された特許状がロンドンにおける演劇全般を開催する独占権を与えていたためである。 ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデルは本拠地のヘイマーケット国王劇場をライバルの貴族オペラに奪われたため1734年から貴族オペラの倒産する1737年までコベントガーデンでオペラを上演した。また1743年以降のオラトリオ作品の大部分もコベントガーデンで上演された。彼がジョン・リッチへと譲ったオルガンは 舞台の最も目立つ位置に据えられていた。なお、1808年に発生した火事によってこのオルガンを含め多くの物品は失われてしまった。お披露目直後の2代目シアターロイヤル歌劇場の再建は同年12月に開始された。ロバート・スマークにより設計が行われた建物は1809年9月18日に第1回公演が行われ、マクベスの上演に続いて、 ザクエーカーと題される作品が披露された。再建費用を捻出するために代金が値上げされていたが、作品があまりにお粗末であったために、観客は杖を鳴らし、矢じり、果てには踊り出すものさえ出る始末であった。給料金騒動は、その後2ヶ月余り続き、運営者はこんま決して、値下げを余儀なくされた。1809年の給料金騒動オールドプライス。 ライオッツ1820年代の歌劇場をこの頃、ロンドンにおける娯楽は多様化していた。オペラとバレエはその中心であったが、決してそれだけではなかった。1843年には劇場法が成立し、特許上による独占が廃止された。オペラ、バレエともにヘイマーケットのハーマジェスティーズシアターに人気が集まっていたが、1846年に指揮者のマイケル・コスタが、 経営者との対立によって、コベントガーデンへと移籍すると、多くの団員が彼に従って、ハーマジェスティーズを去った。その後、観客席の改装が行われ、ロイヤルイタリアンオペラと解消した、歌劇場は1847年4月6日に、ジョアキーノ・ロッシーニのセミラーミーでの上演によって再開された。1856年3月5日に、劇場は再び火事に襲われた。 翌年、エドワード・ミドルトン・バリーの設計により崩壊した部分の再建が開始され、1858年5月15日に、ジャコモ・マイアベエアのユグノー・京都の上演によって再開された。歌劇場は1892年にロイヤル・オペラ・ハウスへと名称を変更した。フランス語及びドイツ語作品の上演も増え、毎年夏と冬にオペラ及びバレエの公演が行われた。 第一次世界大戦中には建設省によって接収され、家具の保管場所として利用された。第二次世界大戦中はダンスホールとして用いられている。戦後そのままダンスホールとして利用する計画が持ち上がったが、長期にわたる接生の末歌劇場として再建することが決まり、音楽出版社であるブージーホークスが建物の賃貸契約を結んだ。 デイビッド・ウェブスターが総監督に、さらには、サドラーズ・ウェルズ・バレエ団、現、ロイヤル・バレエ団が常設のバレエ団として招かれた。そして運営団体として、コベント・ガーデン・オペラ・トラストが設置された。ロイヤル・オペラ・ハウスは1946年2月20日に、オリバー・メッセルの手による、眠れる森の美女の上演により再開された。ウェブスターは、音楽監督のカール・ランクルと共に常設団体の、 設置を進めた。同年12月、ヘンリー・パーセル作のバレエ、妖精の女王が上演された。翌年1月14日、コベントガーデン・オペラ・カンパニーによる初演作品、ジョルジュ・ビゼーのカルメンが披露された。フローラルホール1960年代に、円形客席部分の拡張など小規模の改装が実施されていたが、根本的な大改装が必要であるとの意見が、 次第に強まっていた。1975年労働党政府は長期間に及ぶ改装工事に使用するため、隣接する土地を過激場へ与えた。1995年には資金のめどがつき、翌1996年から2000年までの4年間を用いて大規模な改装工事に取り掛かった。観客席以外の大部分及び過激場に隣接する建物を取り壊し、 すべての部分を大きく拡大させることが計画された。新しい歌劇場は以前の倍にも及ぶ容積を有している。新歌劇場は以前と同様の馬蹄型観客席を有しているが、技術設備、リハーサル用設備、オフィス、教育用施設など新しい機能が盛り込まれた。地下にはリンブリーシアターと呼ばれる新しい劇場が設けられた。歌劇場に隣接し、 コベントガーデンマーケットとして利用されていた旧フローラルホールも歌劇場の一部として取り込まれた。現時点ではヨーロッパにおける最も近代的な設備を誇る歌劇場となっている。ありがとうございます。